皆さんこんにちは、ファミツアップ編集部のターザンババゾノです。そして、こんにちは、ファミツアップコリアカのタイガー桜井です。なんで一瞬ちょっとどもったんですかちょっと危なかった、ね、危なかったですかね、はいはい、ということで今回は桜井さん、はい、何ですか、風の刃、風刃、ね、村雨、村雨ですね、はい、貴族生ですね、はい、の村雨に挑戦したいと思います。行ってみたいと思います、はい、でパーティーがこんな感じで、はい、まだ初見なんですけれども、はい、どうやら噂によると、はい、ダメージオールと地雷がメインなギミックということで、なるほど、まあ、このクシナダまみれのパーティーにクシナダまみれっていう言い方やめません、クシナダパーティーになりますで一人、このゾンさんお気に入りのフレアバルキリーちゃんが、そうですね、僕のね、はい、あのかなり初期から使ってるフレアバルキリー先生ね、今日は使っていきたいと思いますよ。分割ですね、本当ですね、真ん中ですね、いつものロボットが。まあ、こんだけね、クシナダいたら、はいはい、まあ、それはもう地雷も食らわないでしょうよっていう、ね、あ、すごいペロマルさんすごいちなみに今回も、はい、あのペロマルさんが ね、 そうですね、参加してますね、我々のちょっと正面にいますよ、はい、ペロマルさん今一網打尽でしたよ。そうですね、やっぱ強いな、プラズマ様々ですな、これ、はあ、もう地雷なくなったね。そしてここからですよ、はい、これでバルキリー先生の力をね、はい、活目せよ。はい。おーおーおおお。いやでも、あ、いいんじゃないですか。ね。さすが。いやまあ違う違う、はい、あのプラズマが強いとかそういう話じゃなくて、今のはあの、はい、フレアバルキリー先生が強いんですから。なるほどなるほど。お、初めて貴族生のやつ出てきました。ほとんども話聞いてないじゃないですか。聞いてました。バルキリーさん、はい、いいと思います。バルキリー先生ですよ、はい、ね。しかも学びの力です、ね、確か持ってるはずなんで。いらないですね。いらないですね。正面削りとかならないんですけどね。さあ水多いな、水が、まあ、ただねフレアバルキリー先生は、ね、貴族生ですから、まあ、みんな貴族生ですけどね、一応あのクロスレーザーがねあの炎っぽいやつ出るんですよ、なんでね強いんじゃないかって話ですよね。このフレアバルキリーのフレアの部分をここで皆さんにね、はい、見せつけてやると当てましょう。フレアビーム出てますね強いんですからね、これがね、貴族生ですよ、相手は貴族生聞いてますよ、これなんでここにいたんだって話ですからね、向こうもびっくりしてたなんか変な反射しちゃった向こうってこの聖騎士ですか。そうそうそう、それ以外の向こうってどのちょっと怖いんですけどさあよし、これちょっと早すぎるんじゃないですか、もしかして たまらないっていう、はい、まあ、でも16ターンあるんですね、多分17ターンとかじゃないですかっけ。そうですね、基本的にさっきまでそうですね。そうですよね。あ、これあれだ、ゾンビいる、ゾンビいるから、ゾンビから倒したやつよ。そのやっぱなんかゾウみたいなのも強いんですよね、ゾウ、ね、確かにゾウですね、これ。いやこれゾウなん、ゾウじゃないですか。あ、ゾウだこれ。え、な、今まで何だったのゾウだ。ちょ、桜井さん、いや今まで、はい、あの肩幅の広いあのロボットだと思ってました。じゃあこの両サイドのこう広がってるのが腕かなんかだと思ったってこと、はい、肩です、これ完全にこれゾウなんだ。そんなムキムキじゃないですよ。いやだってほら、はい、ね、他のも一応なんか動物的なやつじゃないですか。確かにそうですね。そこから考えたらこれゾウです。そっかそっか、ね、なんでこいつだけ機械なんだろうって思ってゾウだった。じゃあアニマルね、絡みですから、びっくりした。坂田さんそういう風に思ってたんだ。はい、てっきりみんなもうゾウだと思ったと思ったまあ今じゃあ新たな発見がね、桜井さんも、はい、ありましたね、はい、うん、この子、村雨自体が地雷撒いてくるんですね。これちょっと嫌ですね。僕じゃあちょっと、上の方で、はい、避難してますグダグダしてくんでお、もう全回収です。ああ、よかったよかった。さすがペロマルさん、ちゃんとね、地雷をペロペロしてきましたよ、ね、よかった。なかなかやっぱ回ってこないな自分のもんがね回ってこなくてね、実はね、はい、今のこの前の回が自分の回だと思った十字レーザーか、地雷来たな。あんまりやることないな、ここどうしようかな、まあ、いや横で行こうかな。ザガッと、お、踏んじゃった全部踏んだ。まあ、解消しましたよ。これはバルキリー先生もね、解消しましたよね。全然踏んでいく。まあでもほら、回復ありますから。そうですね。うん。
問題ないですね。結構でもなんか怖いな、これあんまり長く生かしていくと、はい、なんかちょっと嫌な予感するんですけど。確かに左上7ターンちょっと怖いですね。これなんかね、はい、すごい今ね腕をブンブンしてるこ感じだと思うんですよね。待っとれよみたいな、はい、まあ、でも6あと6ターンはかからないと思いますよ、さすがに。いやこれ結構ね、はい、ダメージ乗、はい、せていかないとねこれやべえんじゃねえかって。これすごいね、プラズマがテスラ位置にいますからね。そうですね、これはきついな。これ最悪フレアバルキリーのランダーありますよ。うまいっすか、まあ、まあ溜まってますからね。うわうわ、何これ何これ、えホーミングやばいな今の。えらい食らいましたね。ほらほら、やっぱねこうやってね調子こいてるとマップレっていう話になるわけですよ。うわ怖え、これちょっともう打とうかな。いやいいと思いますよ、打って打っちゃっていいですか。はい、見せつけちゃっていいですか、この神の力を。はい、刮目せよ、デンドルダンスアタックおい、おお、いましたか今。もうサクッといきましたね、神の力をね。ちゃんと弱点当たりましたよね。当たってましたね、うん、さあまたふわっとねずっとゴーってなってるから12ターンだってあ、本当だ、短い。あ、でもみんな溜まってるじゃないですか。そうですね、あの 今放ったね、フレアバルキリー先生が。これね、え、知ってます名前、この右下の。いやもう初見です。これコウモランですよ、またえ、またコウモランの進化したやつですよ。あ、こんなになるんですね。こんな風になるんですよ、うん、これだから皆さんね、これ毎回言いますけど、これ新キャラじゃないですからねあの彼は毎回あの昔から言いますから、うん、へー、うん、子さんなんですね。子さんなんですよ。あ、欲しい。あ、いいとこでも入ってましたね。ここでもすごい頭が狭そうですね。そうですね、あそこ入ったらね、ガガガってすげえダメージ食らうの、これむずい気がする。回復取りたい。おー、うわ、狭いんだ、入れないな、これ、まあ、僕狙いますよ、でも。はい、ただ狙いますよって言ったんですけど、うん、これ狭くてとかさ、串灘が拾えないんじゃないかっていうね。もうコウモランさんと、これじゃあ、これいっちゃっていいですか、こっち。どうぞ。はい、行きました。僕入れるんですよ、ね、入れる、僕入れる、さすが。あ、てか逃げ、うん、逃げ字しかないじゃん。ヤグモ打ちます。もうこれ打たないと、てかやばいですよ、はい、結構ヤグモ、これヤグモなのかヤクモなのかっていう。これ桜井さんヤグモって呼んでますよね。そうですね、あの語呂がいいんで。語呂いいですか、これヤグモですよ。山村さんどっちですか。ヤグモですよね。じゃあヤクモ、じゃあヤクモで、じゃあ今日からヤクモで。わかりました、お願いします。じゃあヤクモで。さあこれもペロマラさん打っちゃっていいっすよ。これ放っちゃいますよね。またあの象がいますよ、肩幅広い別に肩幅広くないですから、耳ですから、ね、象だとしたらあれ耳ですからね。さあまあでもあと一発でいけるんじゃないですか、はい、そうですね。よかった、ちょっとホーミングの威力尋常じゃなかったですね。そうですね、恐ろしいですね、慣れてたら。こんな強いんだ、ホーミング。ホーミングだから余計はないですからね。そうですね。あー、もうちょっとだ。あ、でも、あ、これもバルキリーにいただいちゃいますね、これね、はい、その目はね、こちらへ回収しつつのっていういや、ちょっとそれね、あの、はい、何か万が一間違いが起こるとね、怖いんでね、最後は、はい、おー、さあ、まあ、結局ね、時代回収しちゃったって、ね、さあ、無事クリアできましたね。よかったね、よかったですね。グッジョブしとこう、グッジョブ。あ、遅かったそういうことでドロップ気になるな。もう一個落ちて、あ、よかった。お、3 3体落ちましたね。そしてしかも初クリア報酬、はい、よかったな。オーブンまで手に入ってね、ということで、いいこと、まあこれもね、2体分必要なんで、はい、まあ、ラックがね、2必要だということで、3体あればもう十分だということになりますよね。はい、よかった。結構でもやっぱ時間かけすぎるとやばいですね、これ。そうですね、やっぱヤグモ、ヤグモ、ヤクモはい、ヤクモですね。ヤクモがやっぱ溜まっててよかったですね、はい、最後やっぱボスはね、瞬殺したいとこですね、はい、うん、ということでいかがだったでしょうか、はい、まだまだね、他にもいろんなね、属性の、ムラサメいますんで、まあ、ぜひね、皆さんも挑戦してみてくださいと。さて、いつも通りね、桜井さんの左上の方に、左上じゃないわ、皆さんから見て右上の方に登録ボタンが、ね、あるんで、ファミツアップチャンネル気になる方はぜひぜひ登録してみてください。そしてスマートフォンからご覧の方はこの辺に登録用の URL があるので、そちらからも登録してみてくださいね、ということでね、また次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。バイバイ。